さて、先ほどの我が滅度後、すなわち我が滅度の後においてということは何を意味しておるかと言いますと、我釈迦牟尼仏が滅度した後ということでありまして、まあ、これはいいですね。お釈迦様がおしゃべり、まあ、お説きになっている経文ですから、自分が亡くなった後においてっていうのは、我釈迦牟尼世尊、釈迦牟尼が滅度した後という意味で願うと。でつまりこれは時を意味するのであると。そうですね、この時を指し示している言葉だと。そしてそれからまさにこの経を授持すべしという中のまさに今の王ですね。王とは仏様がそこに現れるということを意味しておりますと。だからここで時と王現れる。で そして次の授持ということは受け保つという意味であります。これは受け保つのですから衆生に当てはめるべき意味であり、すなわち気という意味になります。これも道理ですね。この授持するっていうのはこっちが受ける仏道を受けるわけですから、当然衆生の側の話になるから、それは気根の気という意味になると。そうすると、時仏の、まあこれ時っていうのはもうそういう、まあ、両方含めてですね。そして時で仏の側から言うと王現れる。それで衆生の側から言うと気根がある。そして、気とは一切の人々の根性の姿を言いますが、衆生のそれぞれの欲望等においては千差万別であり、それらの欲望はいろいろですが、またある意味においては全く共通しておりますと。これは本当にその通り、まあ後まで読みますね。それは何かと言いますと、本当に幸せになりたい。みんないろんな欲求欲望は持ってる執着あるけれども、それはもうまさに千差万別で、指紋が違うように顔が違うようにみんな違うけども、でも通じて言えば全員本当に幸せになりたい、ではもう全く通じてるんだということですね。でこれだけは誰でも共通した願いであります。まあ釈服をしてるとね、あの生意気な人はいや別に幸せになりたくないけどっていうようなやつもいます。本当にね、その人生を舐めてるというかね、その尊くないですよ、そういう人はね。そう言いながらうまいものを探し、いいものを着ようとし、いい彼女を求めてるんですよ実際は。だけど釈服をすると、いや俺別に幸せなんか求めてないもんって、それはね根性が曲がってんですね。まあ昔はそういうの向きになってね、くねろって喋ってたけど、まあ今はやっぱ慈悲を持って、ああそういうね、やっぱいろんなこの人もね、拙い因縁によってそういうそのひね曲がった心を持ってしまったんだなっていう目をちょっと持てばね、じゃあもうちょうど自分の子供をあやすようなもんですよ。子供がこれ欲しいって言ったらいらねえとか言って欲しいくせにさ、それと同じことだと思えばね。それまあ芸家が釈服っていうのはとにかくその慈悲を持ってっていうふうに常におっしゃってますから、これはあの自分も特に意識しなきゃいけないなと思うんですけど、まあ素直な人だったらこれですよ、本当に幸せになりたいと。でこれだけは誰でも共通した願いであります。しかし現実にはいろんな状態がありますと。不幸な人もあれば応分に幸せな人もあるということですが、そういうところから何らかの目的に向かってこの動こうとする衆生の状態を気というのですと。これ大事ですね、この基礎教学として。何らかの方向に向かってこの動こうとする衆生の状態、気という、気根とかよく言葉で言うけど、この気という言葉をこんなに スカッとスパンサクッと言ってくださった人はね、辞書見てもねこんなに分かりやすく書いてないですね。辞書見ると余計分かんなくなるくらいなことになっちゃって、だからそうだ、我々がこの総じてみんながですよ、何らかの方向に向かって行動を起こそうとするその心、その状態を気と、気根という、気というんだと。でその気に対して仏様がその時その時に応じて最も優れた薬を与えられますと。つまり衆生の不幸はその心の病にあり、その病を治すことが本当に幸せになるゆえんでありますから、衆生の心に作っておる心の病気を治して救うための薬として仏様は法をお解きになるのですと。したがって衆生を救うためにはその法の内容というものが誠に大切であると知らねばなりません。そこで先ほどからの話をまとめてみますと、我が滅度後、を授持司教という御門において、つまり、我が滅度の後においてまさにこの経を授持すべしという御門において、我が滅度後、まさに、まあ我が滅度後、我が滅度の後っていうそこの言葉はそのまとめるとまさに時を示し、
まさにということは王、すなわち仏の出現を示し、樹字は木、すなわち衆生の起根を示し、それから最後にこの経とは法を示すのであります。だから この字王気法ね、時仏の大図出現してくる王、それから衆生のこの心の気、そして何の法であるかっていう法で、この4つの筋目が仏法の条件として存するのであります。ですから人力本において、十の菩薩に付属をされた結長付属の大事な経文の一番最後に、尾が滅度後王樹寺司教善人の仏道欠乗無義、まあね、訳しますと、何度も訳しますけども、我が滅度の後においてまさにこの経を樹寺すべし、この人仏道において、欠乗して疑いあることなけんと示してあることは実に大事なことなのです。そこでこの経文の心において大聖人様がご出現遊ばされ、この経文のこのね、この経文の御心のままに、実は日蓮大聖人様のお振る舞いがぴったり符合してるってことなんですね。それがこのね、だんだん解明されていくわけですよ、この大号において。でこの経文の心において大聖人様がご出現遊ばされ、末法の衆生を救うべき法をお示し遊ばされたのであります。それが肝心の本尊章の内容であります。と要はこの末法の衆生が救われる法は何であるかと、その発体は何であるかっていうことが、それが総じて肝心の本尊章のこの主題であり、その、内容であるということですね。いわゆる如来の滅後後500歳に始む肝心の本尊章という表題は、そのままこの字王気法という尾が滅度後王子王樹寺司教、この今のお経典のね御門と全く内容が同じなのであります。したがって、まあ、これも今後から解明されますけど、したがって大号の読み方をその筋目から考えなければならないのです。読み方を間違ってしまうと、そこにいろいろなことが間違ってしまいます。